はい、シャドウ水槽、マシュリンプ水槽をそれぞれ立ち上げて日目です。はい、あと調べて字幕で書いておきます。ですね、餌やりして少し時間が経ったんですが、こちらの黒シャドウたちは、元気でございます。こっちはね、一匹も落ちた個体は確認してませんね。はい、そして、こちらがターコイズですね。ターコイズ水槽、今そこでつまつましてますが、一匹最初に、落ちた個体が、あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってマジか、おいお前、なんでそこにいんの、おい。ちょっとピント合わないけど、これ分かりますでしょ、これレッドビーですよ、レッドビー。ちょっと待って、こっちに今何匹いる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9匹しかいない。1匹脱走してる、こいつ。ちょっと捕獲して水槽に戻します。混ざったらやばい。はい、お騒がせしました。無事エビちゃんの方ね、こちらに10匹、あの迷子の1匹を、入れました。あれ、ちょっと待って、ね、やばいな。ちょっとここからね、脱走したみたいだったんで、今ウールを挟んでたんですけど、水位がやばいことになってた。ギリギリだった。でもこれだと脱走されるんだよな。ちょっと後で何かしら対策は考えておきます。はい、まあ、とりあえずこっちにルビー入れました。はい、で、まあ B の方はね、あまり色がやっぱり出ませんね。まあ餌は元気に食べてますんでね。リピートもこちらも、落ちていませんので、まあ大丈夫じゃないかなという感じです。で、ターコイズですね。ターコイズの方は、まあ当初よりはちょっと色は出てきたかなっていう感じですね。そこまでブルーっていう感じでもないんですが、まあ部分的に黒いところも見える、あ、黒っていうか濃い青も見れるのでね、まあうまくやればもうちょっとグレード上がりそうな気がしますが、まあ現在はこんな感じですね。はい、まあ順調といえば順調ですかね。これが1ヶ月2ヶ月ぐらいした頃に、まあ、ソイルブレイクってやつですか、吸着系だけだとどうしてもそういうのが起こっちゃう感じがするので、まあ、今回栄養系を入れてるんですけど、それがどうやって作用するかですね。はい、まあ今後の経過を見ていきたいと思います。はい、シュリンプ水槽を立ち上げて、1目です。今日の状態というかですね、徐々に水槽に違いが出てきまして、こちらの水槽をですね、モスがね非常によく育っております。はい、こっちの水槽と、見比べてもらえると違いが分かると思います。何ですかねこれは。まあこっちの方はね、一応中古ソイルというか、古いソイルもね多少入れてあります。まあろ過能力がねいくらか、上がるかなと。前のソイルを使えばバクテリアがね定着しているんじゃないかということで、使いました。はい、ただ、水草1番も入れてますし、栄養分的にはあるはずなんですけれども、なぜか、こちらのね水槽の方が、モスのね生育がいいですね。何なんでしょうこの違いは。エビの方はちょっとね、まだホーランの方は見えないです。ホーラン個体の方は見えないですね。こちらのターコイズの方もホーランはまだ見られません。はい、まあ、今後も観察を続けていきます。はい、エビ水槽を立ち上げてから結構日にちが経ちました。レッドビーの方ね、本日こちらの水槽の方に移動させてます。西ロー、今は7匹ですかね、パッと見7匹見えるんですが、
10匹、全部ねきっちり生きております。はい、まあこっちはまだまだこれからね、成長して、そしてね、放卵していくという状態だと思いますんで、はい、まあ、これからの水槽ですね。でこっちのターコイズの方も、1匹ね最初に落ちてしまいましたが、それ以降は、落ちたりしてるのは確認してません。はい、色がね薄い感じがしますね。あと反射で、はい、そして問題のシャドウ水槽、こっちもねエビは多分落ちてないですね。見た限りは落ちてないんですが、なんかねメスがいなそうな気がするんですよね。見た感じなんかこうスレンダーなシュッとしたねエビばっかりな気がします。こいつメスかな、放卵はしてないよね。でもね、なんかねオスが多い気がしますね。あいつもオスかな。で現在もね放卵している個体は見られません。メスを追加した方がいいのかな。エビ飼育から何日目か分かりませんが、もう、このねバックスクリーン貼ってない水槽の苔が半端じゃないことになってます。特にこの30キューブこっちはもうひどいですね。エビちゃんの方はね生きてるようです。生きてる、生きてます。はい、生きてますが、苔がね半端じゃないので、生物兵器としてヤマトヌマエビを5匹、そしてイシマキガエを5匹買ってきました。はい、でこの大きい水槽にね、3匹入れて、こっちの小さい水槽に2匹ずつ入れようと思います。はい、なんでかこのバックスクリーンを張った水槽はねこの通り、まあ、エビちゃんの数も多いんですが、苔がねそこまでじゃないんですよね。はい、やっぱ直射日光ってすごいんですね。はい、まあとりあえずですね、生物兵器を導入したいと思います。はい、今ですね何気なく水槽を見てたらこちら、これ分かりますか。すごい見えづらいんですけど、この奥にいる、今画面の中心にいるエビが放卵してますね。ちょっと見えないな、後ろ行っちゃったな、出てきてくんないかな。放卵個体を発見しました。こいつ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 、こいつがね放卵してます。多分分かる人はこの段階でメスだって分かると思うんですけど、卵がみたいな、卵を見せてくれ。見えないか、見えないか、見えそうで見えない。あ、見えた、今ちょっと見えた、茶色っぽいのが今一瞬見えたと思うんですけど、あれ卵ですね。さっきひっくり返ってたんではっきり分かったんですけど、やっとシャドウが卵持ちましたね。多分他にもいると思うんですけど、今ねパッと見て確認できたのはこの1匹だけですね。こいつもですかな。こっちもなんかお腹大きい感じしますね。いやーよかった、なかなか放卵し、ちょっとお前もう水飲み機から水飲まないもん、もう水槽から水飲むもんね。なかなか放卵しなくてね、ちょっとねもしかしたらメスがいないのかなとか思ってたんですけど、やっとこさ放卵してくれましたね。はい、こっちの、レッドビーシュ
レッドビー水槽もね、ちょっとコケまみれなんですが、レッドビーはね6匹ぐらいかな、目視できる限りで6匹ぐらいいるので、多分ね、そのうち繁殖じゃなかった放卵してくるんじゃないかなと思います。こっちのシャドウ、あ、シャドウターコイズ水槽はちょっとね、ターコイズも3匹ぐらいしか見えないし、またね1匹落ちちゃってるので、こんな感じね。なので、どうかなって感じですね。でもまあ入れた当初よりだいぶ色は出たかなって感じしますね。それでも白っぽいですけどね。何匹いるんだろうな今。ちょっとこのモスを間引こうかなとで、まあ、ひとまずこちらのシャドウ水槽はね、放卵個体が発見できてよかったですね。今後の経過も見たいと思いますね。ねらいちゃん、ねらいちゃん、なんかシャープになったな。